皆さんこんにちは、東北キリトンです。今回は私が運転を担当します。皆さんこんにちは、三姉妹では影の薄い東北イタコです。よろしくお願いいたします。天、出発進行。時刻確認、定時。そういえば、イタコ姉様が動画に登場するのは久しぶりな気がしますね。あまりにも影が薄いからという理由で、投稿主が私に出番をくれましたわ。もっと言うと、東北家ではスンダモンの人気がダントツで、私たちは比べると影が薄い気がしますね。公式も東北ズンコプロジェクトから東北ズンコスンダモンプロジェクトに名前を変えたくらいですからね。この電車は総武快速線直通、清水行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。次は新川崎です。お客様にお願いいたします。電車は事故防止のためやむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様はつり革や手すりにおつかまりください。 This is a Sobu Line train for Kimitsu. Green cars are car number 4 and number 5.この先制限90度から道を見しておこう。 The next station is 新川崎 JO14. It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent an accident. So please be careful. 本日も JR 東日本横須賀線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は品川、東京、千葉方面に参ります。総武快速線1号線直通君津行きです。この電車は11両編成です。後より4号車と5号車はグリーン車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。制限90。お客様にお願いいたします。電車は事故防止のため、やむを得ず急停車することがございますので、お立ちのお客様は手すりやつり革につかまりください。次は新川崎、新川崎です。第15閉塞、進行。横浜から新川崎の運転時分が8分40秒もありますね。随分と駅間距離長いんですね。この区間は駅間が 12.2km ありますわ。 12.2km で8分40秒だとやはり飛ばして走ってちょうど良さそうですね。制限100。でもこの区間は制限95や105などの曲線がたくさんありますわ。線形をきちんと覚えないと綺麗に走らせるのは難しい区間ですね。第14閉塞、進行。制限105。鶴見駅付近までは90から95キロを保って走行すればちょうどいいかな。そういえば E217 系の最高速度って120キロですけど、今回120キロまで出すことはあるのかしら。今回は出しても105キロまでですね。武蔵小杉から西大井の長い直線でその気になれば出せますけど、そこまでしなくても間に合うんですよね。次の最終駅は品川なんですけど、ここは少しだけ余裕があるんですよね。中継、進行。それにしても仙台の113系に比べて20キロも最高速度が上がったのに本領発揮する機会が少ないのが残念ですわね。それでも E217 系になってから所要時間が数分短縮したみたいですよ。てかE217 系の先代が113系って、この子意外と古い電車なんですね。デビューしたのが1994年の12月3日ですわ。今年で30周年ですわね。209系と同じ世代ですね。現在 E217 系はほとんどが新型の E235 系に置き換えられてしまっているから、かなりの少数派になっていますわ。去年東京に行った時はまだたくさん走っていたんだけどな。置き換えのペースが早いですね。第12閉塞、進行。それにしてもこの電車、なんとなく同世代の209系の近郊型みたいな感じしますよね。確かに4ドアでロングシートを基本にした構造は209系と共通しますわ。近郊型電車で4ドアなのはこの電車が初めてだったんじゃないかしら。車両全部の衝撃吸収構造も E217 系から本格的に導入されましたよね。衝突事故対策として強固な構造で乗務員を保護するサバイバルゾーンと、
潰れることで衝撃を吸収するクラッシャブルゾーンを設けた構造になっていますわ。この構造は後の E231 系、E233 系などにも引き継がれていますね。第11閉塞、進行。でも、前面に貫通扉がある構造は引き継がれませんでしたね。それは、品川から錦糸町の長い地下トンネルを走行するので、非常時の避難用に設けられたものですね。後に省令が改正されたので、後期の車両では非貫通になっています。見た目では貫通扉が開きそうなのに開かない、鶴見線の E131 系や名鉄2200系みたいですわね。そういえば、名鉄2200系には視界確保のために、貫通扉にマジックミラーがついてますからね。マジックミラーのついた乗り物は、名鉄2200の他にはマジックミラー号しかないでしょう。まあ私は小学5年生の女の子なので、マジックミラー号が何かは知りませんけどね。キリちゃんにはまだそういうのが早いと思いますもん。今のは聞かなかったことにしますわ。第10閉塞、進行。ここの曲線は制限90なので、ノッチオフして自然減速に任せておきます。右側から線路が合流してきましたわ。鶴見から横浜羽沢方面や桜木町からの貨物線が合流しますね。さすがに勾配がきついので、マスコンで速度を保っておきます。ここからは下り急勾配に任せて加速するのでノッチオフです。中継、進行。相鉄直通の列車や特急湘南などの一部の旅客列車も貨物線を経由して運転されますわね。相鉄直通の列車に関しては廃線の都合上、新川崎には停車しませんわね。左側に見えてる貨物線を走行するんですけど、そもそも貨物線側にはホームがありませんからね。ここから高架橋を登るところまでは低速ボタンで速度を保ちます。正面から貨物列車が来ましたわね。鶴見から高島線を経由して根岸駅へ向かう貨物列車かな。根岸駅隣接の製油所へ向かうところじゃないかしら。制限110。この高架橋で貨物線と合流する南部線の支線をまたぎます。高架橋の途中で制限105がかかるので、飛ばして走るときは注意です。運転してみるとわかるけど、ここの坂、めちゃめちゃ電車が重たい感じがしますね。これでも地下トンネル出入り口の30パーミルを超える急勾配を走行できるくらいだから、まあなんとかなるはずですわ。下を走っている貨物列車は南部線の支線から合流してきた列車ですね。左側が新鶴見信号場ですけど、東海道貨物線、武蔵野線、品格線、南部線支線とが接続するジャンクションですわ。中継、進行。かつての新鶴見操車場ですね。今は規模を縮小してしまいましたが、現在も貨物列車にとっては重要な箇所であるのは間違いありませんね。てか、電車まで残り50秒を切ったけど、ゆっくり走りすぎたかな。中継、進行。まもなく第6閉塞、進行。新川崎、電車、編成11両。The next station is 新川崎 第5閉塞、進行、編成11両。これはブレーキ詰めないと遅れてしまうな。ここは15両と停止位置が同じですから、ホームに高速で突っ込んで停車できるわね。まあ被災時だから厳密な時刻は決まっていない駅ですけどね。メツ、第4閉塞、進行。少し遅れ気味でしたね。もう少し飛ばし気味で走ってもよかったかもしれませんね。天、第4閉塞、進行。次は武蔵小杉かと思えば、新鶴見信号場がありましたわね。第3閉塞、進行。貨物船と現在走行中の品格船がようやく合流する場所ですね。今では武蔵野線経由の貨物列車が大半だから、
金閣線や山手貨物線経由の貨物列車は数が少ないはずですけど、現在はどのくらい本数があるのかしら。渋谷や新宿などの都会を走る貨物列車見てみたいな。第2フェーズ次は武蔵小杉。お出口は右側です。湘南新宿ライン、南武線、相鉄線、羽沢横浜国大方面、東急東横線と東急目黒線はお乗り換えです。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。 The next station is 武蔵小杉 JO15 進行。The doors on the right side will open. Please change it for the Shonan Shinjuku Line, the Nanbu Line, the Soutetsu Line for Hazawa, Yokohama Kokudai, the Tokyu Toyoko Line, and the Tokyu Meguro Line. Please watch your step when you leave the train. タワーマンションがたくさん見えてくると、もうすぐ武蔵小杉だなってなりますわね。この後は下り勾配で加速するし、再立行はしなくていいかな。さすがにゆっくり走りすぎかな。まあ遅れても西大井が余裕あるからなんとかなるんですけどね。第14閉塞進行。貨物線との合流の分岐器が制限100なので、飛ばして走るときは注意です。制限100武蔵小杉、電車編成11両。次は電車第13閉塞進行。編成11両。ここはホームがカーブの途中で見通しが悪いのと、上り勾配の途中にあるので少々止めにくい駅になっています。気持ち速度が高い気がするけど、上り勾配を考慮するとちょうどいいかな。メツ、第二閉塞、進行。現在の武蔵小杉駅と違って、ホームが上下線で共用になっていますわね。利用客の多い駅なので、現在はホームを増設して、方向別で異なるホームになっていますわ。湘南新宿ライン、南武線、東急東横線、相鉄直通を利用できる駅なので、便利そうですね。第12閉塞、進行。武蔵小杉から西大井の区間は、長い直線で120キロまで加速してもいいですが、私は105キロで低速ボタンを使いますね。武蔵小杉付近って、新幹線に乗っていると、急カーブとジョイントーン、都会的になる車窓で、今武蔵小杉あたりだなって分かりやすいですわね。東京方面へ遊びに行くときに、ここまで来ると、もう少しで東京だってワクワクするところです。次は、西大井です。第11閉塞、進行。西大井 JO16。 次は西大井、西大井です。制限90。安全のためホーム上での歩きながらの携帯電話やスマートフォンのご使用はおやめください。第10閉塞、進行。Please do not use your mobile phone while walking on the platform. 出于安全考虑，请勿在站台上边走边使用手机。안전을위하여시간장내에서걸으면서휴대폰이나스마트폰을사용하지마세요。制限115。120キロ走行できそうで、中途半端な曲線があるのでまだできません。第9閉塞、進行。制限110。この制限110を抜けたところで120キロ走行できます。残念ながら今回は出しませんけどね。この電車105キロでもやかましいから、これでもモーター音を十分楽しめますわ。第8閉塞、進行。そういえばこの区間で120キロ走行できるとはいえ、出せる距離と時間は意外と長くないですわよね。そうですね。やっとこの重たい加速で120キロ出たと思ったら、先に制限105があるんですよね。確かに先の制限105のことを考えると、105キロで低速ボタンを使う方がなんとなく綺麗に走れるような気がしますわね。私は時間余るなら無駄な加減速をしないで走りたいので、このように運転していますが、
ここは人によって運転方法が分かれそうな区間ですね。第7閉塞、進行。横須賀線でも新幹線に乗っていてもこの直線区間は楽しいですわね。下りの新幹線だと西大井までの究極線を抜けた後、この直線で160キロまで加速して武蔵小杉付近の曲線に備えてすぐ減速、その後200キロ近くまで加速したらすぐ新横浜に向けてブレーキングですからね。 N700 系の高い加速度も相まってなかなか豪快な走りに感じられるのが面白いですわね。さて、そろそろ制限105なので長かった直線区間はおしまいです。制限105。この後、新幹線の高架の下に入ったあたりで制限80だからそろそろマッチオフかな。制限105。このあたりからブレーキ開始で良さそうかな。このあたりから新幹線の高架の下を走りますわね。既存の線路の上に新幹線なんてよく通しましたね。よっぽど場所がなかったんでしょうね。中継、進行。制限80。中継、進行。第5閉塞、進行。まもなく西大井、西大井。制限80。お出口は左側です。中継、進行。湘南新宿ラインはお乗り換えです。The next station is 西大井 JO16. 西大井、電車、編成11号。第3閉塞、進行。次は電車。編成11両。この駅は11両用の停止位置に停めます。停止位置を間違えないように注意しましょう。東京まで11両用停止位置があるのはこの駅が最後です。品川、新橋、東京は15両と同じ停止位置になります。メツ、第2閉塞、進行。そういえば湘南新宿ラインと線路を共有する区間はここでおしまいだわね。この先の蛇久保という地点で分岐していますね。点、第2閉塞、進行。次の品川までの間に蛇久保と目黒川の路線図にはない名前の地点が出てきましたわね。蛇久保は渋谷、新宿方面の山手貨物線と分岐するところで、目黒川は山手貨物線方面から合流する地点ですね。第1閉塞、進行。予告、横須賀。両方とももともとは信号場でしたが、現在は大崎駅の構内という扱いです。次は品川です。The next station is 品川 JO17。中継、進行。次は品川、品川です。蛇久保と目黒川は駅の構内とはいえ、ただの分岐点ですので、ホームがあるわけではありません。横須賀第一場内、進行。蛇久保、通過。ここで湘南新宿ラインと分岐します。実質的には信号場のようなものかしら。第二場内、進行。そうですね。電車扱いの横須賀線は採取しませんけど、もしかして列車扱いの湘南新宿ラインや相鉄直通は採取してるのかな。山手貨物線からの合流地点である目黒川も同じような感じです。あちらは成田エクスプレスくらいしか通らない気がしますけどね。制限80。この後は制限80、70、65と続きます。さらに下り勾配で加速してしまうのを考慮して60キロ程度まで余分に速度を落としておきます。出発進行、目黒川通過。うまくいくと品川まで惰性走行で行けるはずです。制限70。制限65。西大井から品川にかけて速度制限がとても多いですわね。
線形と制限を覚えるのが大変な区間ですわね。第一閉塞、進行。それから朝の上り新幹線に乗っているとこの辺りで並走する横須賀線が満員なのを見て東京に来たなって投稿主は思いますわ。制限80、余裕が欲しい場合はここで再加速です。まもなく品川お出口は右側です。横須賀第一場内、新幹線、山手線、京浜東北線、上野東京ラインと京急線はお乗り換えです。 The next station is 品川 JO17。 制限80。 The doors on the right side will openPlease change it for the Shinkansen, the Yamanote Line, the Keihin Tohoku Line, the Ueno Tokyo Line, and the KQ Line. 分岐側の信号機の冠に7から11番ってあるけど、そういえばここから東海道線方面へ入れるのかしら。事故や工事の際は、東海道線の列車が横須賀線へ迂回することがありますよ。第3場内、進行。電車、編成11両。第4場内、進行。次は、停車。メツ、出発進行。時刻確認、定時。それでは、今回の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画も見てくれたら嬉しいですわ。